はライブ行ってないんだよな。天の声さん行ったんだよね。うん。まあ、なんかライブとかイベント結構顔出してたよね。私はまあ一番多いのは友達のライブとかですけど。友達。うん、周りにバンドやってる人がいて、うんうんうん、その人のライブに行ったりとか、うん、で来日はあんまりね来ないっていうか、私が見に行くような人があんまり。あれボズは？ボズとロッド・スチュアートとあれジェームス・テイラー。あとあれドン・フォーエバーの人今じゃ、うん、素顔のままでの。あ、ビリー・ジョエルは行ってないの。私愛されたな、全部行ってね。あとね、それこそ世間的にはブルーノ・マーズとか、あもうとんでもない7回だけど、もうあっという間に売り切れとか、あとテイラー・スウィフトとか、まあ行ってないんでしょ。エド・シーランとか来てるけど、うん、エド・シーランも来たんだ。うん、来た。でも行ってないんですよ、その辺は全部。テネコーさんが行ったのはボズとロッドとジェームス・テイラー。うん、うん、今んとこ、うん、だよね、今年になって。うん、ボズスキャンクスから行こうか。どんなライブだった？どこで見たの？有明の、うん、有明アリーナ、うん、あのノアのプロレスが1月2日でやったとこだね。で、何？そ、何回やったの？ボズは3回かな？4回かな？あの、とにかくまずわかんない、あの有明とかよく知らないんだけど、どこの駅から行っても遠くて。どんな会場なの？結構まあアリーナなんだけども、その建物のところにたどり着いても入り口までぐるって回って、でまた入るとアリーナに行くまでとか自分の席に行くまでにすっごい時間かかって、うん、なんかもうちょっとあの動線が全然できてない感じで、いっぱい入り口があるのにそこから入れなくてぐるっと回って裏まで行かないと入れなくて、入り口1個みたいな。横浜アリーナより大きいの？うん、大きかったと思う。そうなんだ。あ、でも横浜も大きいよね、そういえば。同じぐらいかな。あ、結構でかいんだね。うん、フォーラムとかじゃないみたいな感じじゃないんだ。ちょっと上の方もがどのぐらいだったかわかんないけど、あの2階奥行きとかは、だから奥行きはそんなに ない、そんなにものすごい奥行きはないけど、その2階3階とかあったから、うん、キャパどのぐらいなんだろうな。結構でもそれなりに大きいと思うのね。どれくらいぶりできたんだろう。ボズは2年、3年、コロナの前に来てる。あ、結構定期的に来てる。何度も日本来てるから、あの人は。オーチャードホールとかでやってるから。なんか、ウドがさ、グッズじゃないけどさ、ギターにサインしたやつとか、なんかいろいろ。あのね、能登のあれに全部寄付する。能登のあれなんだ。あ、そう、あ、そこ。だから、ボズも自分が使ってたギターを、その、サインして、オークションかけて、それを能登に全部寄付するとか、会場でも能登のあの地震の、うん、ありがたいね、うん、ありましたよ、みんな行くの、あ、ごめんなさい。いやいや、だから本当素晴らしいと思って。それはどれくらいやった時間は？2時間ぐらいやったかな。そんなやるんだ、うん、今いくつなんだ。はい、もうすぐ80。もう80あなったかな。クラプトンに近いんだな、だいたい同じぐらいのやつだ、ちょい上か。うん、全然若い。それで2時間やっちゃうんだ。めちゃくちゃ若い。あ、でなんかあの人 背筋がピンとして、なんか反り返るぐらいピンとしてるから、ほんと若く見えるし、あの歌も良かったし、うん、声も出てた。出てた、うん、で初日は、うん、撮影 OK だったんだけど、うん、2日目からは全部ダメになって、うん、そうなんだ。多分ものすごいみんなが撮るから気になるんじゃないかと思って、初日はねあんま喋んなかったんだけど、2日目からなんかすごくもっとリラックスしていっぱい喋ったみたいなのね。シルクディグリズの曲もよくやった。やったやった、いっぱいやった。ローダウンもやった。ローダウンもやったし、もちろん、あ、日本だけでヒットしたというか、まあ、ハーバーライトとかリードシャッフルとか、うん、ジョージアとか、あれですよ、ウェアオールアロンっていう曲、日本
でしかとは言わないけど、海外に比べると全然圧倒的に日本で。あれロイヤルジョージが作ったんだ、どれだっけ、一曲あるよね、それがウィアオロンかな。いやいやいや、あれはボズの曲だから。あのスローダンサーとか良かったしね、うん、なんかさ、うん、ハーバーライト、うん、よもやまでもちょっと話に出たけど、うん、ボズスケックスってマッスルショールズと関係ゆかりが深いんだっけ、うん、あのボズはあの私はブルースの人だと思ってるんです。うんうん、言ってたよね。だからなんかおしゃれなスーツ着て、うん、歌ってた、まあ、そのシルクデグリーズ以降とかちょっとその辺だとなんかあんまブルースっぽくないかもしれないけど、やっぱロンミアダイムだね。そのロンミアダイムって曲をデュアントさん、デュアン・オールマンが弾いてるんだけど、あれがボズの2作目、あの人ヨーロッパでちょっと活動してたことがあって、そこで実はアルバム出してるんだけど全然それは売れなくて、で、ね、スティーブ・ミラーとやって、スティーブ・ミラーバンドにいたもんね、それでサンフランシスコに行って、なんまあそこからどんどんメキメキなんだけども、あのソロアルバムを作るときにマッスルショールズってとこにすごいあのバッキング の, あのバンドがすごいミュージシャンたちがいっぱいスタジオにいるって聞いて、ローリングストーンの編集長と一緒に取材っていうことで偵察に行ったんです。なんかすぐバレたらしいけど、それでデュアン・オールマンのもう話は聞いてたからデュアンとやりたいっつって、でレコーディングしたのね。でそのアルバムの中の一曲がロンミアダムって、ものすごい有名なあのデュアンが弾いてる曲なんで、それもやりましたよ。実際やってるの知ってるでしょ。そうだっけ。そうだよ、体調前でやったと思うよ。まあいいや。だからおしゃれな時はやってなかったね、あの曲は。ああそうかもしれないね、うん、スーツ着ておしゃれな。で今回なんかもそうだけど1曲以外全部ギター弾いてた、結構弾いてたギター。だからボズはやっぱり本来私はそういう人だと思ってる。でその天の声さんが聞いたその印象では、そのライブはブルース色と AOR 色どれくらいの比率だったの。色っていうかまあ AOR っぽくやってやってる曲でもやっぱりブルースを感じるから私は。そっかそっか。だからなんだろう、そのね AOR っていうかおしゃれになった時は全然ギターとか本当弾いてなかった時もあるけど、レス・デューディックとあれだよね、うん、リュアンとかなんかね武道館でもね、私あんまり覚えてないです。なんか昔の来日の時ハンドマイクで歌ってたとか言って言ってた人がいて、でもなんか本当に最近のボズはもうここんとこちょっとブルースっぽくなってから私結構行ってるんだけども、一時全然行ってなかったんだけども、あのブルーノートなんかでもやってたしね。そうなんだ。結構ブルーノート来て、カバーアルバム出したりとか。30年ぐらい前にさブルースアルバム出したよね、あれ、ティーボンウォーカーを中心に。その中で俺のお墓のアリンザモーニングやってたような気がする、ね、ああやってるね。ティーボンウォーカーの曲も結構何曲かやったと思うんだよな。それまさにあの加藤さんにのお店で加藤さんに聞かされてこれいいよっつって、うん、30年ぐらい前、うん、だったと思う。1990年ぐらいかな。あんまり私なんかずっと聴き続けてるわけじゃないからわかんないんだけども、多分あれですよ、ミドルマンが80年だから、そうね90年代とかあんま聴いてなかったかもしれない。うん、まああのブルースアルバムも良かったですよ。あのメンフィスってあるうちにあるんじゃない、もしかして。まあ何枚かはあるし、ちょっと白黒っぽかったかな。リキさんが言ってたアルバムってあるんじゃないかな。俺聞いたことあるような気がする、それ。そう、うん、まあとにかくめちゃくちゃ元気というか、まだまだ
まだまだ来日できるって感じ。そうだね、1944年生まれだからクラフトより1個上か。満足今年。うん、ボズはすごい良かった。あの最後かもしれないと思って、うん、ね、今年行ったのはみんな、うん、あのロッドもそうだし、うん、JM ステイラーもそうだけど、うん、みんなそれなりの年だから最後になるかなと思って、特にロッド・スチュワートは確かもう最後みたいなことを言いながらアメリカでやったりしてんじゃないかな。うん、これだよ、カモンホーム。アイリン・ザ・モーニング入ってる、入ってる、やっぱり、うん、あ、ほら本当だ、これだよ。ああそうかも、それだそれだ、うん、白黒っぽいやつ、うん、これ俺よく聞いたね。97年か。